どうもこんにちは、今回はですねこちら、D3Wi-Fi というですねポケット Wi-Fi なんですけれども、こちらもですね、しばらく使ってみて、使用感なんかをレビューしてくださいということでですねこちらをですね、レンタルさせていただきました。ちなみにですねプランが2つありまして、1つは、月々 100GB でもう1つは、月々 300GB ということでね、300GB、1ヶ月でね使い切る気が全くしないんですけど、こちらはね今の 300GB でレンタルさせていただいてます。せっかくのものなので、できるだけですね使い切ってやろうという意気込みで使っていきたいなと思います。まあ絶対無理なんですけどね多分。ということでですねまずは電源あれかな、これを入れましょう。やっぱりねこういうもので気になるのって、繋がるかどうかだったりすると思うんですよね。繋がるかどうかだと思うのでとりあえずはね使っていきましょう。ちなみにですねこちらはねソフトバンク系の Wi-Fi になってます。次に、スマホ側の設定をするんですけども、出ましたね。これがこっちか、これがWi-Fi でパスワード、このボタンをね何個か押してるとメニューが変わっていくので、ここでパスワード、さあこれで接続と、はい、今ね接続されました。ポケット Wi-Fi って何かよくわからない方に、ご説明しますと、スマホってね普通こっから電波を拾ってますよね。こっから拾ってるんですけども、こことここを Wi-Fi でつなぐことによって、ここですね、ここから電波を拾ってこの電波をこっち側に持ってくるという仕組みになってます。これが Wi-Fi ですよね。例えばねこちらをですねすごく安いプラン 1GB とかで契約してたとして、でそれプラスこちらネット通信のみで 100GB か 300GB と選べますので、こちらでですね 100GB 契約しておけば Wi-Fi を使うことによって、この 100GB がこちらで使えるということになってます。ちなみにですねこちらは今電源を入れて使い始めたばかりなので、今使っている容量は 430KB。 これがね1日でどれぐらい増えるのか、今の段階で朝9時ぐらいなんですが、これをね丸1日使ってどれぐらい増えるのかっていうのもちょっと見ていきたいなと思います。とにかくね YouTube とか流しっぱなしにしておきます。家を出てからですね大体2時間半ぐらいかな、2時間半か3時間ぐらいこれを使ってましたけれども、今現在で見えるかな717MB、こんな感じです。大体3時間ぐらいですかね、3時間ぐらい見ても1ギガいかなかったんで、まだまだね先は長そうです。じゃあですね本日は3日目、2日目を飛ばしてね3日目になるんですが、今はね 3.97GB、これがねまたどれぐらい増えるのか、今日またキャンプ行ってきますんで、できればね使えるときはずっと使って試してみたいなと思います。ここってもともとは1時半からです。1時からですよ、ね。昼、1時、ね、ですよね。だけどそれに合わせて来るじゃないですか。早く来てちょっと段取りはせんでもええけど、いやもしあれですって昼、まあ、昼ご飯ぐらいここに朝9時とか10時に来たとしてもそこから飲みますって絶対。まあね、どうでもよくなって。それだったらスタート時間遅らした方がいいですよ、多分。そうか、あのみんながまだ盛り上がっちゃう頃にもう眠たいんじゃないですか。そうそう、絶対我慢できないんだから。どうする、日本車の紹介を次にやる、今回に入れる。いや、今回も入れるけど次回も入れましょう。次回も入れる。だって今回飲んでないから。まあね、味がわからんもんね。味がわかんない。一応店の下の YouTube 上げるかもしれないけど。あ、ほんまですか。あ、じゃあ大丈夫です。新種酒店になってる。
新谷、新しい谷ですか。新しい新しい新谷さん、新しい谷はいるけど、風谷さんとかいるんですかね。風の谷さん。おるんじゃないかね。ちょっと調べたいですね。風谷ゆぱさんとか。ゆぱさん、それは絶対ジブリ好きじゃっただろうっていう。ゆぱさん。1週間ぐらい経過した現在ですが、 11.3GB、 300GB を使うにはですね、まだまだで、これはですね、パソコンとかに繋がずに、スマホだけで使ってるんですけれども、スマホだけで使うとですね、さすがに 300GB っていうのはもう大容量すぎてですね、おそらく使い切れることはないんじゃないかなと思います。ただしですね、毎日のように動画をずっと見たりとかしてると、100GB では心もとない場合もありますんで、やっぱりね、 300GB 使うのがお値段的にも一番お得なのかなという感じがします。ということで、今回はですね、 D3Wi-Fi、 こちらをですね、レンタルさせていただいてレビューをしてみましたけれども、使用感としてはですね、問題なく使えますし、ルーターのね、バッテリーも丸1日持つような感じです。ただしですね、山間部、山の中で電波が届かないような場所はやっぱり電波が入らないということがありました。この辺はですね、ドコモ、AU、ソフトバンクと各社によって電波の届く場所がやっぱり違いますんで、実際に使用しようと思っている場所の電波の状況とかを必ず事前に確認した方がいいのではないかなと思います。で、今回はですね、このチャンネルをご覧の方に、特別なクーポンを発行していただきました。この D3Wi-Fi はルーターをレンタルするプランと SIM だけをレンタルするプランがあるんですけれども、それぞれですね、 100GB と 300GB のプランが用意されています。ルーターのみのプランも SIM のみのプランもですね、このクーポンを使うことによって初回事務手数料が4980円かかるところを3000円にすることができます。1980円オフになりますので、この D3Wi-Fi が気になった方はぜひクーポンを利用してみてください。この D3Wi-Fi に関してはですね、特徴がいくつかありまして、まずね、契約期間に縛りがないということで、次に7日間の返金保証というのがありまして、もしですね、自宅でつながらないというような場合にはですね、手数料が税抜きで980円かかってしまうんですが、7日間の返金保証があるそうです。で、このルーターなんですけれども、最大14台の同時接続が可能になってます。で、僕は今回ですね、家でスマホ2台とかで使ってましたけれども、タブレットとかもお持ちであれば14台まで接続することができるので、家族で使ってもですね、困ることはないんじゃないかなと思います。で、今回の実験でですね、1週間で、1人で 11GB ぐらいという使用量だったので、まあそうですね、ものすごく頑張って使って、例えば 50GB、 1人が 50GB 使ったとしても、300GB のプランであればですね、家族4人とか5人の容量を賄うことができるんじゃないかなと思います。ということで、今回は D3Wi-Fi をご紹介してみました。もしですね、これからモバイル Wi-Fi 使ってみたいなという方がいれば、ぜひ参考にしてみてください。それでは。